長良川温泉は岐阜県岐阜市にある温泉。源泉は温泉地の北部にある三田道神仏温泉。岐阜城金華山の北陸を流れる長良川沿いには7軒のホテル、旅館が存在する。岐阜の市街地にも近いことから観楽的要素を持った温泉地であり、稽古もいる。長良川で行われる長良川うかは、 名物の一つであり、うかの時期には、ホテルや旅館から川面に浮かぶかがりびを見ることもできる。平家湯は、約1300年前とされる。ただし、源泉である、三田堂新物温泉は、1968年の平家湯である。 2004年に発生した温泉偽装問題では、井戸水使用にもかかわらず、入湯税を取っていた旅館があると報じられ、その後返納が行われた。岐阜市は、長良川温泉の湯がやや茶褐色でぬめり系の湯と異なるため、1999年頃より、新たな泉源を探し始め、旅館街から車で5分ほどの、同市、中川原地区で戦脈を発見した。そこで、 温泉を旅館外に供給するとともに、温泉スタンドを建設して一般に販売することを計画し土地を購入し、掘削を始めた。しかし、湯の流出を確認する前に、近隣住宅の基礎や土台などにひび割れ等の被害が出ていることが判明し、被害交渉をしたが解決せず、やむなく事業を中止し、幻の計画となった。ありがとうございます。